王になろうとした男は、ラドヤード・キプリングによる小説。1888年にザ・ファントム、リクシャーアザー・イアリー・テイルズの中の一編として出版された。王になろうとした男は、ラドヤード・キプリングによる短編小説である。アフガニスタンの僻地にあると言われる、カーフィリスターンで王になった、英領インドの二人のイギリス人冒険家の話である。この小説は、 ジェームズ・ブルックとジョシア・ハーランの二人の経験をもとにしている。ジェームズ・ブルックはボルネオ島にあるサラワクで白人王になった英国人であり、ジョシア・ハーランは米人冒険家でゴール王子の称号を彼自身のみならず彼の子孫にまで与えられた。この小説はそれだけでなく他の事実を要素に取り込んでいる。例えばヌーリスタンの人々が ヨーロッパ人の外観を備えていることや、最後に亡くなった主人公の頭が戻ってくる話は、アドルフ・シュラーギントバイトの切られた頭が、植民地症に戻ってきた事実をモデルにしたものである。この小説は、ザ・ファントム・リクシャーアザー・イアリー・テールズの一編として出版された。この本は、インド鉄道図書の第5巻として出版されている。また、 ウィー・ウィリー・ウィンキーに掲載されたほか、他の本にも掲載されている。ラジオ小説として1947年7月7日、エスケープショーで放送され、また、1948年8月1日にも放送されている。1975年に、ショーン・コネリーとマイケル・ケインが主演して、同米で映画化されている。この映画では、クリストファー・プラマーがキープリングを演じている。 公約、金原水人、三編、律子教役、王になろうとした男、諸国物語ポプラ社書集、高橋和久役、王を気取る男、キプリングインド傑作戦、大鳥処防書集この話の語り手は、インドにいる、イギリス人ジャーナリスト、キプリングである。キプリングはインドを旅行中に二人のだらしない冒険家、ダニエル・ドレーボットと、ピーチカーネハンに会い、好意を持った。 キプリングは、この二人があるラージャを脅迫するのをやめさせた。数ヶ月後、二人はラホールにあるキプリングのオフィスを訪ねて、自らの計画を語った。彼らは、兵士、水夫、食事工写真家、鉄道技師、些細な受け負い業者などをやっていたが、インドは彼らには、狭すぎると考えるようになっていたのであった。翌日、 彼らは王になるためにカフィリスタンへ旅だった。奴隷ボットは現地人になりきり二十丁のマルティニヘンリー銃を持って行くつもりであったが、これは当時としては世界最高の銃であった。彼らは王か主張に会い、彼が敵を倒すのを手伝い、その上でその地位を乗っ取ることを計画した。彼らは語り手にその地域に関する書籍や地図を調べてくれるよう頼んだ。語り手は 二人同様フリーメイソンのメンバーであり、また、語り手が恐喝の計画を差し止めたからである。二年後、灼熱の夏の暑い夜にカーネハンが語り手のオフィスに入ってきた。彼は失意の身でボロをまとう小敷きになっていが、驚くべき物語を話した。ドレイボットとカーネハンは王になることに成功していた。まずはカフィールの人々と出会い、この人々が白人であることが分かった。 軍隊を整え、村々を占領し、統一国家を作ることを夢見た。カフィールの人々は、イスラム教徒ではなかった。奴隷ボットを、アレキサンダー大王の生まれ変わり家子孫であると認め、神として崇めた。カフィールの人々は、フリーメイソンの儀式を行っており、奴隷ボットが、上位のメンバーだけが知っている、フリーメイソンの秘密を知っていたため、奴隷ボットの評価は上がった。 ドレ霊ボットがカフィールの少女と結婚することを決めたとき、この計画は崩れた。神と結婚することを恐れた少女が、ドレ霊ボットがその少女に口づけしようとしたときに噛みついたのだ。彼が血を流すのを見て、司祭たちは神でもなく悪魔でもなく単なる人間だと叫んだ。カフィールの人々の多くがドレ霊ボットとカーネーハンに背いた。 数人が奴隷ボットたちに忠誠を誓ったが、結局は、破れて二人の王は囚われた。王冠をかぶった奴隷ボットは、警告にかかる、吊り橋の上に立たされ、カフィールの人々がその縄を切ると、彼は転落して死んでしまった。カーネハンは二本の松の間に張り付けにされた。しかし、一日経っても生きながらえていたので、カフィールの人々は、奇跡と思い、彼を自由にした。 カーネハンは小敷きをして、インドに戻った。この話の証拠として、カーネハンは語り手に、金の王冠を頭に抱いた奴隷ボットの頭を見せて、部屋から去った。翌日、語り手は、彼が狂気に陥り、帽子も被らずに、炎天下の道を張っているのを見つけたので、病院に入院させた。二日後、語り手が病院を訪れた時、日射病で、 カーネハンが死亡したことを知らされた。持ち物は何も残されていなかった。J.M. ベリーはフィクションの中でも最も大胆なものと評価している。他の批評はブルームのラドヤード・キプリングに集められている。トジカスターザハイ・パミアーズ、A コンパニオンガイド、ロバート・ミドルトンハウ・トーマス、オデッセイ、2008AH ・ウィーラー &CO、アダハバード、 1888ブルーム、ハロルド、エド、ラドヤード、キップリング、チェルシーハウス、2004? ありがとうございます。